それで多分こっちからちゃんと配信が始まるか。で、あと音が。さあどうだ。まだでも来てない。ですか。ライブ配信数秒前で配信中になってます。配信中になってます。はい、来てます。来てますね。はい。なのでこれでブラウザを、はい、どうしようか。ジオジオですと準備してる状況のせいで、そうですね。ペーパーズ。あ、今その画面が出てるんですね。こっちで、はい、こっちが来てます。はい、そうです。そういうことですね。はい。何ですか。カットにどこが入るのかなと思って、なんかで画面が、はい、はい、たまにこう見切れてみたいな、そうですね。はい、これでいろんな動きが、はい、一応立ち位置としてこれでいけたんです。OK ですか。はい。で、すごい。ペーパーズを出す。ペーパーズ、ペーパーズ。これか。これだ。これでいいのか。はい。なんか。こまごまとしたメッセンジャーがポロッと出たらごめんなさいってことで。はい、じゃあ、はい。はい、5時、30、40分弱。はい。はい、ですが、そろそろちょっと、今週のジオジオベスト、はい、短めに今日は、短めに合わせたいなと思いますが、この1週間のあったことを、はい、特に位置情報、空間情報系の、話で、割とオープン寄りの話が多い場ではありますが、週末も多分ここにいる3人はあちこち家にいなかったんじゃないかと思われますが、伊藤さんどこに行ったんですか。僕は実は先週後半から広島、大阪、岡山出張っていうのを、広島、大阪、岡山、岡山、うん、広島はですね、実はちょうど今年の水害の時に鉄道網がこう寸断されちゃったんですけど、うんうん、その後データのリンクをずっと作ってたんですね。まあ、あとは簡易バスを検定の仕組みとか、つまりその公共交通の復旧状況をデジタルに配信するっていう、まあ、そういうプロジェクトを進めていて、まあ、それの振り返りの会議っていうのを県庁でやってまして、その場で初めてその県のバス協会の方だとか、土木、なんだっけ、運輸事務局、運輸局とか、はいはいはい、なんか整備局とかその辺の人全員が顔を合わせて、あの時どうだったみたいな話をするっていうのをやってて、で、まあ、それが、まあ、広島ですね。木曜日お、うん、で土曜日は岡山にいたんですけど、まあ、ちょうど今リンクを貼っていただいたんですかね、はい、ちょっと名前がいつも覚えられないです、はい、公共交通オープンデータ技術実習、技術実習始めよう、はい、技術実習、 GTFS を使ったアプリ開発とデータ分析、はい、それをやってきました、はい、僕とトラフィックブレインの太田光平さんとで、うんうん、講習をやったんですけれど、まあ、要するに今岡山って公共交通のオープンデータが異常に進んでる街なんですね。で、岡山ってバス会社が5、6社もあって、しかもすごくお互い仲が悪くてライバル同士で全然協調できないっていう街なんですけど、ある会社が非常に IT 進んでいてオープンデータをやったと、うんうん、そうすると他の会社があそこに負けてなるものかとオープンデータをやるという、まあ健全な民間企業同士の競争が働いて、いろんな会社のオープンデータがどんどん進んで、今それ活用できてるのは Google だけなんですよ、実際には。結果として GTFS になっていけば、そうそう、 Google マップにデータが全部こう届いて、そこの上でもちろん時刻表も出てます、バスの時刻表全部検索できますし、あとはバスに GPS が全部載ってるので、実際のバス走ってるのに対して3分遅れです、5分遅れですみたいな、そういった情報まで全部 Google マップに出ていて、でもこれはオープンなので本当はこれは市民がちゃんと使ってほしいんですね。ということで私と太田さんとで市民、まあ20人ぐらいですかね、あとは関係者、内部関係者来て20全部で多分5人ぐらい来て、皆さんの普通の方の普通のパソコンにポスト G、ポストGIS入れて、なるほどなるほど、すごいな。そこにGTFS データを全部その SQL データベースにバンと入れて各社のやつを、でそうするともう、なるほど、例えば日曜日のこのなんとか路線の路線図はどんな形かとか、何時にこう走ったのかとか全部こうデータが分かるじゃないですか。で
あの私は実はそのアプリ作りっていうところで、あのそれをウェブアプリを作ってました。うん、で地図上に全部こうバス停の位置をバッとこう出して、そのバス停をクリックするとちゃんとそこの時刻表が出てくるみたいなものをこう作って、うんうん、それはあのまあ、ここの話題でいうとリーフレットっていうのをウェブアプリのフロントエンドに持ってって、うんうん、その後はその、まあ、ポスト JS がミドルウェアにあって、はい、であとは Node.js っていう JavaScript のウェブサーバーですね、はい、このウェブサーバー上にプログラムを書いてデータをそのポスト JS から取り出して、それを GeoJSON に変換してボンとこう流し込むっていう、そういうコードを書いて、それであの結果的にあの全部ウェブブラウザーからデータが眺められる、まあ、そんなものをこう作ってたなるほどです。でもう一人あの太田小平さんはあのデータから路線図を作るっていうアプリ、まあそれは QGIS を使ってデータを全部その QGIS 上に表現するんですけど、バスも1日こう何十本も走ってる路線もあれば1日数本しか走ってない路線もあるんですよね。その本数に応じてあの路線図の線の太さを調整するみたいなこともやっていて、そうするとあのただただこう線が引いてあるだけじゃなくて、あここはあのバスいっぱい走ってるなとか、ここはなんかもう2、3本しか走ってなくて、もう虫の息だなみたいなのが全部わかる。で見えちゃう、ね、あの実際それはあの地域の方が見ると、うん、あちょっとこの辺はあの本数少ないんだけれど、もうちょっと増やした方がいいんじゃないのとか、この辺あのもうそろそろ配信しちゃっても仕方がないかなとか、なるほど、そういう議論をやるんですよね。だから実はその地域が公共交通を考えるその出発点として、うんうん、データがただあって、まあ、Google マップに出ましただけじゃなくて、うんうん、それをこうやって、まあ、アプリを作るのもいいですし、QGIS 上にいろいろ表示するなんかをやると、さて次のアクションをどうしようか、これ考えるときには非常にいい出発点になるんですよね。うんうん、ということをこうやっていて、本当に地域の普通の方の普通のパソコンにあの QGIS が、あ、まあ、QGIS とか、まあ、PostGIS が入って、うんうん、そこにこうあの全部のバス会社の時刻表データが入ってるっていう、なんかこう当たり前の水準が、あ、ここまで来たなと思って、なるほど、結構ね、それは感動的でしたね。みんなが普通にね、QGIS で路線図とか作ってる。これがね、あの別に皆さんを普通に、うん、ネットからダウンロードできるものだけでできるわけです、ここまで。いや、これちょっとね、あの、あそこの中にいると当たり前なんだけど、一歩外出ると、うん、あ、俺たちひょっとしてすごかったんだな。不思議な感じ。すごいですね。資料は全部キータに上がってる感じです。あとね、基礎的な部分はキータに僕に載せちゃって、うん、はい、この後の応用の部分はちょっとどうしようかなって話し合ってました。一応あの参加費をいただいてるので、なるほど、なるほど。まだただ、うん、あの、うん、まあ、やっぱりちょっと当たり前の水準を広げていかなきゃいけないなっていう意識があるので、ちょっとそれは、うん、あの広げられるようにしたいと思いますね。うん、はい、いやー、すごいですね。うん、これだけでなんか実習何時間分できるんだろうみたいな。そうね、これキータに載せてるのは、うん、あの GTFS ファイルがいろいろバス会社ごとにバラバラに来てるので、これを全部ガッとこう混ぜて、マジすると、うん、混ぜた上で PostGIS に突っ込む方法なんですけど、うん、まあ、そんなことが必要な状況って日本ではまだ岡山しかないんですよ。そもそもデータがあるかないかの話なので、うん、あっちからもこっちからもあって、まず混ぜなきゃいけないよ、大変だ、困ったっていう状況は岡山しか起こってないんですけど、もっといろんなところで起こってくれると、そうそうそう、まあ、いい面と悪い面両方あるかもしれないですけど、いや、まさにこういう、うん、あのいいですね、情報が全然僕この記事書いてもあのいいねとかLikeとかついてないんですけど、まあでも人口ない、もうちょっとね、もうちょっとしたら広まってくるかなと思ってます。なるほど。この教材の資料を作ってる時にこう、はい、伊藤さんだったかな、なんかやり取りをしてる Facebook のページを見て、おっと思ったのはですね、この、キータの一番下のところにも書いてあるんですけど、PGAdmin4 のジオメトリービューアーというですね、そうそう、まさにリーフレットの地図が出てくる機能を僕は初めて知りました、実は。PGAdmin っていうのは、あの、ポストグレス の、うん、あのを使うためのウェブから操作するためのツールなんですけど、うん、結構最近の機能としてあのポスト GIS のデータが地図上にちゃんと出るようになったらしいんですよね。僕もあのいつからっての全然知らなかったんですけど、最近ちょっと触ってみたら、なんかジオメトリーみたいなボタンがあって、クリックしたら普通にこう地図が出てきて、地図上にこう線とか点とかが出てきて、あれ、こんな機能前からあったかなとか思ったんですけど、最近の機能らしいです。なるほど。だからね、本当にポストグレス、ポスト GIS ってもうあの本当に便利ですね。あれ、今ポスト GIS の開発の主体って、うん、カートが握ってる感じですか。あ、そうなの。お、そうでした。ポール・ラムゼーはカート主導、うん、ですね、うんうん、でコミュニティとして割と
まあ、カート自体もポスグレを、まあ、ポス GIS をバリバリ使ってるっていうのも含めて、ポス GIS のフロントエンドみたいな。そうですね。なので、多分今、カートの中に集約されてきてる感はあるのは変わってないのかなと思ってるので。まだ、ポンランドでも現役ですもんね。まあ、そうですね。まあ、もう、ポスト GIS はまさに OS 需要のインキュベーションプロジェクトでしたっけ、まあ、そのコアの支援プログラムに明確に位置づけられているので、そうですね。あとはね、最近だったの、MySQL も GIS データ対応しましたって、はい、まあ、あの、日本の場合、オラクル の、 あの山崎さんでしたっけが、何回か講演もしていただいてますけど、結構こう、データベース支援がいろいろですね、あの、機能紹介をしていただいているので、まあ多分使い慣れた方、どちらでも使えるっていうのはベストだと思いますけど、できることは増えてきてるなと思いますね。西村さんから始まったところ、はい、今日はコメント消さないように頑張ります。ゲリラ的に行きますけど、岡山行きます。すいません、この前そうだそうだ。で、瀬戸さんは、はい、この1週間のあちこち、この1週間はですね、じゃあの、なんだっけ、ドロップボックスペーパーにも書いたんですけど、はい、先週、あ、月曜日以降の話としては、火曜水曜が、G 空間データマスタークラスというですね、あの、G 空間情報センターのセミナーを、大友さんと福岡で2日間開催をしてきました。うん、というのが一番大きな話で、あとはですね、なんかちょこちょことはやっているんですけど、大きな話としてはそこら辺だったかな。なるほど。で、今日、あの、もう、100キロぐらいですね、朝から移動往復して、はい、行って、ここに戻ってきたりとかですね、そのセミナーの準備をあの週末とか結構していたので、なんかバタバタしてましたね。はい、うん、来週あれですね、今週20日も正確には、GIS 学会が始まりますので、いただきます。じゃあ、お土産を、はい。あ、どうぞ、お土産福岡。福岡のお土産いただきます。そうだ、もう GIS 学会も、はい、そうですよね。で、あれ、フォスフォージーコリアはもう終わった。はい、あ、まさに、そうですね、林さん、朝日さんかなんか行かれてましたけど、はい、10周年だそうで。いやもう、すごいですね。で、フォスフォージー東京は、はい、あ、じゃあ、岡山が、あれ、岡山のが今年先ですね。先ですよね。岡山が、11月の4、11月か。4、5なるほどですね。で、その後92、フォスフォージー東京があると。で、今年はそれ関西が岡山に飛び出したという、うん、あの、そうですね。そうですね。はい。ね、まあ、恒例の、まあ、関西、東京の順番で、そうですね、あの、一周置かないでやるという、また、結構地獄のスケジュール感ありますけど、うん、やるということですね。で、あの、そうですね、今週末は GIS 学会。あ、そういう意味でちょっと GIS 学会の宣伝をしとくと、はい、土曜日の、ですね、僕なんかいくつか登壇するんですけど、また、午後の2時からはですね、マッピラリーと OSM のハンズオンセッションを、西村さんと一緒にやります。で、マッピラリーは多分 GIS 学会で初かなの、あのチュートリアルをやるので、ぜひお越しいただければと思いますが、外に行く感じですか？まあ、時間によって、あとは天候によって決めようかなと思ったんですけど、結構あの、まあ、会場の首都大学東京はですね、うん、大沢親分というですね、今年から着任されたあの大沢さんが結構授業で実はマッピラリーとか OSM やってくださっていて、結構なんかデータ充実してきてるので、追加で取る必要があるかもどうかを含めて検討しようかなと思っています。で、それが、土曜日にやるんですけども、日曜日の朝はですね、オープンシーズンサイエンスのセッションをフォスフォージー分科会 の、 あの特別セッションとして、やろうと思っています。で、これは、あの、後でまた URL 貼っとこうと思いますけども、HackMD で、セッションの概要とか全部残すのと、あとは、スライドでしたっけ、うん、で、質問は受け付けようと思ってますので、あの、GIS 学会らしからぬかわかんないですけども、なんかの、攻める感じでいきたいと思っています。あとはですね、まあ、いろいろあるんですけども、あ、そうですよ。ここら辺に関係する話として、国際地図学会、来年の7月にありますけど、はい、その一般募集が、はい、実際も始まっていて、プロモーションをしなきゃいけないというふうに、なぜか僕が結構、こんな声高いですね、いろいろ言っていた、はい、
縁なのか責任なのか分かんないですけども、うん、で、GS 学会でも、日曜日21日の2時20分から、うん、ICC2019 のセッションをやることになりましたので、うん、まあ、それも今後期待ということで、なるほど、はい、やりたいと思っています。いろいろ、そうですね、今週末もうお祭り騒ぎだということで、ですね、その裏番組で、はい、あれですね、土曜日は青学のシンギュラリティ研究所シンポジウムでドローンの講演をしつつが土曜日ですね、はい、で日曜日は調布市総合防災訓練、防災訓練ドローン飛ばしてますね、うん、近くにはいるけど全然違う違う分野、いやもう本当に防災シーズンが今長くなってしまって、この先週末もこの前の週末も、はい、そうそう、どう防災イベントは6個、6個並行してやられていた。もうね、あの防災国体、うんうん、東京都防災展が土日に2日間、これ同時開催、同時開催で、はい、場所メインの場所が、うん、有明お台場の、うんうん、名前が今国際フォーラム、いや、の前なんですけど、はい、なんだっけ、どこだ、あのバーベキュー場がある、バーベキュー場がある、あ、やばい、本当に防災、はい、ですでやっていて、ググってみれば、ググれば防災国体で、ググれば多分東京臨海公開防災公園、はい、そうです、そうです、そこの有明ですね、まさに、そうですね、そこに通称名が何だかちょっと忘れちゃいましたが、なるほど、はい、あります。で、あ、ソナエリアです、ソナエリア、ソナエリア、ソナエリアって言うんですか、はい、あの非常に広い場所で、うん、特にそこでドローン飛ばしたことあるんですけど、今回は東京都からドローンを飛ばすな指令が出たので、あ、飛ばしていけない、展示だけで、ました、うちの学生たちがブースを出し、初めてうちの学生が防災大臣と話しましたみたいな、おー、あの、ブースに来てくれた、ブースに来てくれました、はい、すごい、ね、あの隣のブースとかが気象庁だったり、まあ、いろんな公の組織の中になぜか古橋研究室のドロンバードがボコッと入っていたので、なんか多分順々に回っていって、防災大臣もあのドロンバードの分析来ていただいたりで、あとはそうですね、先週末は、小金井市の総合防災訓練とか東村山の総合防災訓練もあって、で僕は和歌山大学の防災のシンポジウムに参加してたりで、そうですね、同時開催、あとイオンモール武蔵村山で、ドローン体験会とか、うちの学生たちが点々バラバラにチームを作り、はい、で今週末もそういう意味で、はいはい、本当に9月前後から11月の津波防災の日までもうあちこちで防災イベントあるんで、もう秋は、はい、どこかしらあの出展してると思います。古橋さんいつの間に防災の人になって、やっぱ3.11 から防災の人なんでしょうね。僕 3.11 の時には確かにその審査員法の流れでってのありましたけど、やっぱりちょっと覚悟を決めたのって、その後、うん、あの世界銀行とレースオレジリエンスやりましたね、大雪の日にやりました、ね、あの忘れもしない、あの辺りからやっぱりオープンな流れと一時保険の流れで、ハッカソン主体にいろんなアイデアが出てきたのが、まあ正直あの当時やってたことの中で生き残ってるプロジェクトって少ないじゃないですか。確かに、でもその中でやってた側からした時にどうやってそれを継承していくかっていうのも含めて、まあ、ドローンバード自分がやりたいかったっていうのもあるんですけど、航空写真とかをドローン使えばもっとオープンなコミュニティベースなものにできるんじゃないかという文脈で、オープンエアリアルマップすごいやりたかったんですけど、どの中でそれをやったら広がるかなと思ったら防災だなみたいな、割と防災後付けなんですけど、で今ドローンバードやってるので、311はきっかけではあるんですけど、やっぱりがっつり防災の世界ってやろうと思ったのはそのレース4があった2014年ぐらいからですかね、もう4年、それでもそうですよ ね、 うすね、もう4年経ちますね、うん、あれも結局1回きりというではなくて、2回やって青山キャンパス、あ、うちの青山キャンパスでもやりましたのと、熊本でやってるのです、うん、レース王としては3回やっていて、うん、でちょっとそれをどういうふうにやるかっていうのも含めて、責任も含めて様子を見てるっていう状態で、来週それこそスペースアップスチャレンジもありますし、そうでしたね、今年はそういう意味でイベントが多すぎてスペースアップスはちょっと断念したんですけど、レースもちょっとタイミングを見て、うんうんうん、やっぱり青山キャンパスでやると楽しいなっていうのが分かってきた、青山キャンパスをどう使うかも含めて、今年はちなみに青山キャンパスで TEDxAGU っていうのは
テデックスをやりますので、そっちに割と研究室がごそっとリソースを割いてますので、そちらにぜひ参加していただければと思ってます。うん、なんていう宣伝で。っていう話をすると、あっという間に6時に、今日はちょっと短めで、あ、戸塚、こちらは、あ、西村さんの、そうですね。皆さんのあのドローン、あ、西村さん、あのドローンで撮ったデータオルソ化して公開してくれるのかななんて思ってるんですけど、マビック2プロの、あの、うん、使い方も含めて、ちょっと、ぜひ、次回、来週、あ、来週、ゲストで来て、来週だから GIS 学会の延長で、そうそうはい、いろんな出張を組み合わせて月曜日にまだいらっしゃるってことなので、はい、西村さんに、はい、特別ゲスト。はい、戸塚のドローン空撮の話も、うん、ぜひ、聞かせてもらいたいな、うん、来週長そうですね。長いですね。1時間、部屋とはみんな飲みに行けばいいですかね。オフラインで。短い。短いは、なので、受付来週、来週は需要の見つきで、需要の見つきで、夜まで開けといてください。西村さんが何時帰るかですね。そうだ、そうだ。どこに泊まるのか、帰るのかも含めて、うん、はい、ちょっと西村さんのスケジュール。まあ、新横浜さえ行ければ帰れるということですね。新横浜のみ。なので、来週は、はい、なんか久々にリアルに飲みたい人は、時間に、あ、時間には行けないかも。あ、6時の時点ではまだ来れないですかね。あ、なるほど。なるほど。まあ、じゃあちょっと。じゃあ遅めに。あの相談しましょう、はい。とりあえずちょっと。はい。はい。あ、追って、SNS で。はい。はい、情報共有して。情報共有するということで。相模原キャンパス、ジオノミをその後やりたいなと思ってます。はい。はい、じゃあ、うん、そんな感じですかね、来週も含めて。はい、いや、海外の動きだけ、一個だけなんかないですかね。海外国内は、ね、盛りだくさんですけど。なんか、海外、そうですね。ざっと見てて、なんだろうな。そう、自分で振っときながら何があるわけでもなかったんですけど、海外。先週のあのソフトバンク、はい、マップフォックスのインパクトが強すぎて、どうしたもんかなと思う。ますけど、休日 3.4 ってあもうそまだなんですよ、ま、これ、うん、まあそろそろとは言われていて、 で、ね、でちょっとあのそうそう、あのいろいろですね、教材を作る関係上、何をそうですよ、ね、そうですね、 LTR にすればいいのか問題をロングタームとしてはどこ狙えばうん、うん、教える側は一番いいのかと安心して、うん、でなんとなく北さんとかみんなのこうコメント見ると、はい、マック版やっぱ不安定だよね、落合さんも言っているので、うん、Windows に絞ってやるのが安定していいんじゃないのっていう雰囲気が出てますけど、うん、もう Mac ユーザー派が多いこの界隈だと、はい、とはいえ教えるのは入ってますけど、みんな Mac で休日なバージョンどこで安定するんだろうみたいな話は、うん、そのうち、そうですね。で、Mac は結構ですね、最近、安定してきてるっていうのも、ちょっといろいろ、ありますけど、以前と比べるとですね、結構こう、ワンパッケージ、一応 DMG 形式でしたっけ、うん、で、順番に入れていくという、パッケージ化がちょっとできてきているので。そうにしても、いやまだ僕、自分の環境で手元で安定して動かせてないです、うん、あ、ないですか。なるほど。それは 3K と。あ、3はそうなんですよね。2.18は全然いいです。うん。まあ、2.18 がね、今のところこうロングタームではあるので、次は、そうですね、今話が出てるように、3.4 というのがリリースされると、今度そっちに一応切り替わるということになる。っていう噂ですよね。うん、まあ、ちょっとそのあたりも含めて、まあ来週、西村さん間に合えば、もしくは遠隔で、はい、北京話もとか。北京話も。そうです。なんかいろいろ盛りだくさん。ネタすごいですからね。来週まで議事録、みんなで準備しときながら、はい、ながらやりたい、テンポよくいきましょうか。はい。ということで、うん、ちょっと今日は短めに、はい、はい、来週またお楽しみに、お楽しみに、はい、はい、じゃあ、じゃあ、はい、さよなら、はい、じゃあ、お疲れ様でした。サクッと終わる、サクッと終わる、時間で、でも意外と議事録が長く作れたという、ポチッとライブ終了、はい、終了してもらって、はい、で、この保存も、はい、今度はちゃんと